はい、プラチナシステム起動します。ボイスシステムパターン C 実行中、システム良好です。皆さんこんにちは、プラチナです。システム良好デジタですよね。前回ゲームを頑張ってクリアしたんですけれども、氷の塔ゲームの音が入ってなかったという大ピンチなことが起こっておりました。後で気がついた僕、うわーってなっちゃったということなので、今回ちょっとだけ氷の塔どんな感じの音だよっていうのを出しつつ、次のダンジョンに向かいたいと思っております。はい、ではもう早速行きたいと思います。本日僕トラッキングシステム使えなかったので画像でご容赦ください。まだまだ僕認知度低いので、いいパソコンとかまだゲットできなくて申し訳ない。見てくださってる皆様、どうぞツイッター拡散やコメントで僕の応援よろしくお願いします。ゼルダ好きな方、今から好きになってくれる方もどんどんお願いします。高評価、コメント、チャンネル登録すごく嬉しいのでお待ちしております。ではでは早速ゲームの開始したいと思います。今度こそゲームの音は大丈夫でしょうか。聞こえてるかな。聞こえてるといいな。では行ってみましょう。はい、光の世界に僕帰ってきてたので、山の洞窟からスタートします。おお、プラチナか。どうやら司祭によって城のあたりで2つの世界がつながったようじゃ。闇世界へ向かうのならば城へ行きなさい。わしがあんたにしてやれるのは疲れを癒すことぐらいいつでも来なされ。はい、ありがとうございます。わあ音が止まっちゃった。音だけじゃない。あ、妖精さんが一人いない。ですね、ここだったっけ？違った。こっちだ。ここのこの湖の真ん中のダンジョンやってたんですけども、これが僕が音がないまんま頑張ってクリアしちゃったっていうところですね。いきますよ。危ない。あれ、あう、わう、なんてこったい。もう一回お願いします。まさかのまさかの岩にやられるとは思わなかった。鳥さん早く。で、クリアした後のダンジョンって僕行くの初めてだから、どんな感じになってるのかは気にはなりますね。ゾーラさんが来たー。あ、ここで妖精さんを。よいしょ。妖精さん一人スカウトしていきます。妖精さんがスカウト。このダンジョンとはいかに。この曲好き。ボスがいなくなった後でもバッチリ、まあ、残ってますよね、そりゃ。出だしから
ょっとボスの部屋まで行ってみよう。これで、先が僕が閉じ込められてわたわたしている場所。ここでした。最後の最後まで開けられなかった。うわっ、閉めちゃった。そして間違えた。相変わらず迷子です。いつになったらこの癖治るんだろう。それでもってひっ、さりげなくハートがもうピンチ。これを爆弾で、そうだよ、僕ねはここクリア一回もしたんだから、もう敵とか関係なしにどんどん行ってしまえばいいんだ。まだ爆弾いる。でここ落ちて、落ちてったら、ここにスタロフスが落ちてきて、ドカーンとなって、でここもう一匹落ちてきて、爆弾でドカーンってやって、僕の苦手なものがここにあって、ヒン。これは確か赤でないといけなくて、なんかもうピンチ。なんかもうピンチ。で、ここも開けて、あなんとなく予感はしてた。なんとなく予感はしてた。こうなるだろうって。うん。なぜ？ここをすり抜けていって。僕去年持って下持って大ピンチで、
剣がねパワーアップしたからね。わっ、剣パワーアップしたからね、こっちじゃない、こっちじゃないよね、こっちだっけ。下に降りたらいいんだよね。降りれない、降りれない。降りれないよ。降りれた。で、これ下に降りて、落ちて、の間違いか。で、よいしょ。ここで。ここが、ここが青いのが出っ張っちゃってるから、これを、へこませておいて、でブロック1個を下に落として、で、自分も穴の中に落ちていくっていう形なんですよね。え、あ、レレ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 レ、これ確かない、ない。ここは確か開けられたはずはずはず。できた。で、下降りて。おお、よいしょ。ここも危ない危ない危ない。キー、落ちる、危ない。実は偽物っていう話で、あ、怖かった。上に上がって、どこかでへこませられるはずなんですよ。いやー危ない。で、クリスタルスイッチがあるはずだから、あるはずだよね。あるはず、どっかあるはず。ここもダメなの、判定入っちゃう。これじゃない、このままだと危ない。間違えちゃったかも、間違えてしまったかも。僕これ上に行かなきゃいけないんだ、上だ。
ハートちょうだい。よいしょ。これで下に降りなきゃいけなかったんだ。で、よいしょ。下に降りて。ちょっとこの辺はスルーして。で、ここでスイッチを入れ替えて。スイッチを入れ替えた状態でまたもうちょっと戻っていかないといけないんだけど、よいしょ、これで上に戻って、さらに上に戻りの、びっくりするじゃん、よいしょよいしょ、戻りの、そしたらここがこんな風に、あー危ない、こっちじゃないんだよね、落とすのは向こう側のブロックを落とさないといけないので、そのためには一旦ここを、もう嫌だやめて、ひい、危なすごく危ない、下に降りて、あ、倒せた、おい、ちょっとえ、ちょっと、ここは踏ん張りどころ、踏ん張れ、うん、だ、怖い、ハートが欲しい、ね、どんどん戻って、ここはもう壺を開けたら大変だから、よいしょ、炎のファイヤーロッドで、えい、ハートは、ハートがいない、ハートくん、ハートがいない、ここを入ってって、で、ここで、ダメ、あっと、やっちゃったで、なんか来たよ、そっか、実はフックショットでも倒せたっていうね、ここ落ちたら戻ってったら敵も復活してると、で、ここ、あ、こっちじゃなかった、こっちだ、そんでもって僕も落ちます、すると、ここに、おっと、ここにたどり着けるので、このスイッチがですね、下の扉を開けてくれるんだけれども、一瞬しか開けてくれないので、念のため爆弾にしとこう、なんか出てきそうな気がする、あ、出てきた、やっぱり、一瞬しか開けてくれないので、このブロックを置いて、で、下に行くと、こんな風に、なんかまたややこしいお部屋があるんですけども、このお部屋で、こっちだね、この石像を引っ張ると動くので、ここで
マジックハンマーでポコペン、ポコペンってやって、この大きいの開けると、じゃん！ここがボスの部屋。で、落ちるとボスがいて、僕は戦わなきゃいけなくなっちゃう。でも、もうボスは倒したので、もういない。このままじゃ出られなくなっちゃうってなってしまうので、ボスはもう倒したからね、ここ。頑張って倒したよ。一回死んで、で、妖精さんに復活させてもらって、で、頑張って倒した。はい。で、マジカルミラーで、マジックミラーで、入り口まで戻ってきました。というのを、前回、やったんだけれども、音が入ってなかったということです。はい、おしまい。なんかすでに一回死んじゃったけど、今もなんかピンチだけど、どうしようかな、せっかくだから、ちょっとここで、あれもうちょっとこの辺で、中に入って妖精さんは一人スカウトすればいいんだね。戻ってるかな、妖精さん帰ってきてるかな。あ、いたいたいた、今入れといて、あとはもう一人、あ、全員来ちゃった。はい、とこんな感じで、よいしょ、ではでは、はい、お次は6番目、マップの左下ですね、悪魔の沼だったっけ、沼地行ってきます。あそこに行って、また今度はどんなボスが待ち構えているかやっていきたいと思います。まずは、間違えた、こっちだ。あの近くまで行って、どこか闇の世界に行かないといけないので、ここだったかな、ここ、ここだね、何もなかった。わあ、雨だ。なんかいる、なんかいるし、ひい、なんかいるし、やだやだ。で、ここでアイテムが必要になることが今わかりました。ボンバー、必要なのは雷のわあ、音が大変なことになった。大丈夫かな、ちょっと待ってください、音が大変なことに。大変なこと、一旦だけ音ちょっとだけ一旦切ります。ちょっと待ってね、音の調整をしないと、なんてこったになる。ですね、ちょっと音なくてごめんなさいね。まずはエーテルを手に入れなきゃいけないので、まずはそのエーテルをゲットしに行きたいと思います。ところでエーテルってどこにあるんだっけ。エーテルの入手場所、確かムドラの書を使って読んで
雷を起こさなきゃいけないとかってあったはず。なのでこの際先にボンバー以外のメダルも取ってこようかな。ある場所はわからない。ちょっと冒険しないとわからない。うろ覚えになってる。どこら辺だっけ。確かこの辺にボンバーがあったはずなんだよね。シェイクが実はこっちの方にあって、エーテルはどこだっけ？ちょっと待ってね。代わりにこっちの BGM の方流してる。エーテルどこら辺だったっけな？思い出した気がする。確か、こっちの上の方にあるのがエーテルだ。シェイクって確か、地震だからナマズさんか誰かにもらえた、ナマズさんか誰かからもらった気がする。1番からいけるかな。この上の方に頂上に上がっ、なんでこんなに暗いんだろう。何か違う気がする。ここじゃない気がする。ここではない気がするよ。こっち戻っていくような道の気がする。どこ行こい。この奥だったっけ。おじいさん失礼します。なぜ逃げる？えい！どこだっけ？どこかで上に上がらないといけなかった気がするんだけれども。
こも何かが違う。ひー、復活してる。違う？あ、いや、キュン、ズバ、バシャ、いや、あー、あったあった、これこれ、読めない。これでマスター総動画鍵をさればエーテルの魔法を得られ、これですね。エーテルだ。大気や霊気を操る魔法だ。魔法メーターに注意しよう。ありがとうございます。で、で、またちょっと音が大丈夫かな。シェイクを取りに行きたいと思います。シェイクが、こっちかな。どっかで、どっかで魔法の闇の世界に行ける方法どっかなかったっけ。どこかで闇の世界に入っていかないと、闇の世界の方にあったような気が。違うかな。この辺りに確かいたはずなので、どうやって行こうかな。ここから、ここから行けるのかな。行けたっけ。行けたかな。もう僕力持ちだから行けるはずだよね。はずだよね。下かな。下なのかな。一旦、もん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 。
て、あのピラミッドの闇の世界のピラミッドのところからちょっと行ってみます。なんかすでに死亡フラグが立っていそうな気が、僕やばい気が、ここ苦手だった気がする。わあほらやっぱりいる。音が止まった。あ、でもほら上に行ったらすぐ近くだ。このまま上に行って、上に上に、上に行ける？もうちょっと先の方かな。いやー音がやばいよ、動きもやばいよ。落ちてちゃいけなかった。やめてやめてやめて。はあ。よいしょよいしょ。上に上がりたい。こっちにもいた。音がとってもやばいやばいやばい。ちょっと音がやばいすぎる。ちょっと音だけ一旦切ろう。しばらくの間 BGM で和やかな時間をお過ごしください。これで動きも遅いんだけれども、よいしょ。この先だったと思うんだけれども、ガンって音がしたね今。あのあの音を入っちゃったから、入っちゃったならごめんなさい。今ガンって音がしましたね。あの僕のチョコレートの入っているカンカンの音がガンってなりました。はい、チョコレート手元に置いてます。ちょっと先、あ、音が戻ってきたかも。もういろいろ頑張ってくれてるんで、まあまあまあいろいろやりまして、よいしょよいしょ、わあ怖い、よいしょ。かなり負荷がかかっているんですよねこのパソコンくんも。ほんとあったあった。ここに
葉っぱでもいいのかな、何か投げ込んだらいいんですよ。ちょっとご迷惑かかっちゃいますけども、はい、はい、なんか出てきました。わしのお昼寝の邪魔をするのはお前か、これをやるからあっち行ってくれ。魔法のメダルシェイクだ。地面を揺るがし敵を封じる。でも魔法メーターに注意。ゲットしました、メダルゲット。これでボンバー、エーテル、シェイク全部3つとも集まりました。で、そのうちのエーテル使ってよいしょ、エーテルを使ってこの6番目の画面左下の今7番の近くにいるけども、こんな世界のこの端っこの方にこっちに行かなきゃいけない。ここに行ってで、エーテルを使ってドカーンとして入り口を開けてクリアしていかないといけません。ということで今から行ってみ、噛んだ、行ってきます。また音がやばいな、動きがやばいな。この池に物を投げ込むの災いあれ。一回ちょっと、音が戻らない。よいしょ。パソコンくんが負荷に耐えられなくなってきた。まずい。そろそろ限界かもしれない。なぜ？なんで？僕のトラッキングもできてないし、ゲームまでできなくなっちゃったら困るな。いやいやになる。ピョンズババシャイヤ、ピョンズババシャイヤ。これはもう限界、パソコン訓練限界だ。これはちょっとまずい。まだ次のダンジョン入れてないんだけれども、これはかなりやばいので、皆さん申し訳ないんですけども、今日はこのくらいにしたいと思います。ごめんなさい。ちょっとパソコンくんの調子があまりにも大変なことになってきてるので、今日ちょっとお休み、これからあとパソコンくんお休みさせたいと思います。ごめんなさい。皆さんごめんなさい。BGM ゆっくりしたままで。では、次回はきちんとやっていきたいと思いますので、悪魔の沼のダンジョン。攻略していきたいと思います。では次回ちょっとテンパりすぎちゃった。皆さんご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録してくれるととっても嬉しいです。僕のこと応援お願いします。では次回またお会いしましょう。ではでは。